ジェームス・アンダーソンはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラド出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。身長198センチメートル、体重98キログラム。オクラホマ州立大学卒業後、2010年 NBA ドラフト一巡目に10位でサンアントニオスパーズに指名され NBA のプレイヤーとなった。2010年は 足の疲労骨折のため出場が26試合に止まり、その後も出場機会は限られた。2012年オフに FA となりアトランタホークスのプレシーズンゲームに参加したが、開幕ロースターには残れず D リーグ行きを命じられた。シーズン開幕後サンアントニオスパーズのロースターの故障に伴いスパーズと契約したが、1ヶ月ほどで契約を打ち切られた。 フィラデルフィアセブンティシクサーズのヘッドコーチに、モトスパーズのアシスタントコーチのブレッド・ブラウンが就任したこともあって入団し、2013から2014シーズンは80試合に出場し、スターターも62試合務め、キャリアで最高のシーズンとなったが、シーズン終了後に解雇された。2014年8月5日、BC ジャルギリスと契約した。 2015年7月2日、サクラメントキングスと複数年契約を結んだ、ロングレンジを主体としたオフェンスと、堅実なディフェンスを中心とした、プレースタイル。ありがとうございます。